やっていきましょう。お式を、今回60回目ですね。60回目なんですけど、一つ言い訳というか、今回今週の清宮っていうか、この2週間分の清宮のやつ作ってないです。作り忘れた。そして月曜日にあげるつもりだったんだけど、もうすっかり火曜日だ。遅刻しちゃって、遅刻アザラシなんですいません。はい、もしも清宮が今シーズン4番でスタメン張り続けたら、どれくらいの成績残すかシリーズですけどね。まずは右見てやってくださいよ。これ打席結果。このね、実金1、2、3、4、5、6試合。もうちょっと大きくした方がいいかな。大きくするのめんどくさいんですけどね。まあやりますか。はい。しかも全部入んないっていうね。全部入んないっていうね。ちょっとまあ、こっちに避けといて、避けてもらいまして。はい。これね、7月21日から、なんで、実質何日間ですかね？ 10 日分ですかね？ 10 日分なんですけどね。赤く塗るところがないよね。これ。赤く塗るところが、赤くするところがないっていうか。空三振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 、空三振。1、2、3、4、5、6。6空三振。6空三振数えても仕方ないもんな。もう、ヒット打ってないじゃん、この10日間でっていうね。今週の杉谷とかね、杉谷注目されてる。まあ、石橋貴明さんのおかげですけどね。ね。貴さんのおかげで。石橋貴明のおかげで、杉谷は注目されてるけど。その裏で清宮はどうだ？まあ。フォアボールは取ってるよ。ここと。ね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。まあ、東平だが入ってるからな。中義があるからな。3つかーっていう感じだな。ね。ちょっとこれは、まとめるほどではないっていう感じになってる。まとめるほどではない。まとめるほどではない。今回の清宮の。こういうやつをここに貼ってるんですね。ここに貼っつけてるんですね。こうやって、ここにあたかも、引き出しのあるがごとくという感じにしてるわけなんですね。はい。やっていきましょうか。ね。もう、ごたくはいい。もう、式をやれ。やろう。もう、清宮のことには触れまい。上がり調子かなと思ったら全然上がっていかない。そっからもう、絶不調みたいになっちゃって。絶不調っていうか、そう、今年はあれだった。今年は、あれだ、監督なしだな。先の去年負けたからね。見るべきじゃない。見るべきものはないな。見るべきものはなし。清宮も出てないからな。うちの清宮が出てない。見る価値なし。うちの清宮があっていいけど、その現実の清宮が俺の、この焼きつくで作った新人選手の清宮の記録を抜くのはいつなんだ。早く抜いてくれ。まあ、4番をね、1年目から4番を張らせ続けてるからね。そりゃまあ、そりゃまあね、全然比べ物にはならないよ。もう、現地よりも、今シーズン勝ちに行きましょう。こう勝ちに行きます。この月勝ちに行きます。今月の評価は、ドルル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 ル
8月に入りましたということですね。もう8月の一発目にあげたかったよ。8月一発目っていうか、8月一発目じゃないな。8月の
や、2日だわな。今日8月2日だっけ？違うな。今日8月、8月3日やん。全然8月の感じが。コロナのせいかな？なんかね、よく日、なんか、どうです皆さん。月日の感じが。なんか、よくわかんないよね。あれ、もう8月なんだって感じしない？俺はしますよ。球場の、立山が、おぉ。球場の食堂のカレーは非常に安くて美味しいので大好きなんですが、どうも最近味変わっておきます。今メンタル的に少し落ち込んでるので、そのせいかもちょっと思ってる。うるせえ。うるせえ。風がね、風なんですよ。コロナの、コロナの風は、ちょっと。ね、あのソフトバンクあたり、長谷川あたりもね、ちょっとコロナ陽性なりが出たりしてね。どうなることやら。やる気ね。ステーキ、ステーキを、ステーキ、まあ、肉食うと結構ね、やる気が上がるよね。もうこれで外国人取れないからな。新人もな。この機に、ちょっと作戦室臨みますか。8月はもう反転攻勢をかけていく。一転攻勢をかけていく。おバンド、はい。成長のピーク、はい。してます。チェンジアップぼちぼち。まあ、ぼちぼちじゃないんじゃないか。ポーリーもそれなりに。それはいらない。それはいらない情報ですわ。まあ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 。まあ、現実キュウミがどのこうの言ってるけどさ、こっちのキュウミもそんな大したことはないな。2割3分7厘か。まあ、今シーズンのキュウミは1割5分だから、今のところ1割5分だから、それに比べればまあいいんだけど、うちの打線ほど上位はすごいんだけど、下位打線がしょぼしょぼだな。特に稲葉。はい、これ後半戦こんな感じで戦っていきますよ。投手陣はまあ、こんな感じですけどね。やっぱね、中継ぎ1番手の立山がピリッとしねえ。これが一番のうちの、うん、セットアッパーとも言うべき、この立山がピリッとしないのがちょっとね、よろしくない。かといって中継ぎで、まあまあちゃんとして投げれてるのは、にないね。ミラバル 4.20 で、まあ、抑えやっとるけどって感じだな。もっと、いい感じなんだけどね。フォークかな？フォークでも、覚えさせた方がいいかな？よし、オッケー。一軍から誰か上げた方がいいか。平下、島田を下げてるんだな。上げたところでね。外野飽和してるからね。平下あたりは。これ今現状、バンドにダイソー。その前、石本が守備につくって感じだもんね。だからといって、下から、ダイソーだったら東手とか出せばいいんか、そういう時にね。よしよし、問題なし。問題なし！やはり、8月もこのまま行きましょう。ただちょっと練習はね、8月はもう1試合勝つごとに2400万円入る契約をテレビ局と結んだので、もうできる限り試合には勝っていこうと思う。なので、勝つための全力を尽くす。岩本、休め。関根、休め。そして、清水も休ませよう。ここ、三本柱。うちの三本柱。清水若いな。まあいいや、この三本柱。そして、キャッチャー野口。王ってこれでいいんか、本当に。ちょっとコーダ伸ばそうかな。いや、体力かな。いや、長打ねえかな。まあ、肩がね。だってキャッチャーなのに王ってさ、C だもん。この選手取った意味よくわからんな。自分でも、なんで取ったのかよくわかんないな。自分でも。で、主力、小笠原、休め。金子、休め。清宮、ちょっとまあ、休んでいただこうか。ガンガン上げていきたいけどね。休ませよ。田中健介休め。田中健介と東出のどちらを正ショートとするべきか。こうしてみるとね、高田の東で、剣士の田中健介って感じだね。
こうだと足の。でも足が速いからね。東出はまあ、まあ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 、このまま育ってみましょう。フロストね。まあまあいいか。森本ね。まあこんなもんでしょうね。赤田は体力を上げていると。赤田体力かな。どうだろうね。体力かな。まあいいか、体力で。で、まあこんな感じでいきましょう。待って。新庄か。新庄と坪井とおばんどうと稲葉。でもこれ、おばんどうをさ、おばんどうじゃない、稲葉をもう、切らしたりした方がいいかもしれんね。どうしても勝つって言うんだったら。まあでも、まあまあまあ、揺り戻しがね、揺り戻しが来るかもしれない。ただし、未だに総力練習をさせてるんだ、俺は。相手のこうだ。技術練習しとこう。ちょっとね、選球眼 D が一瞬見えたんで、これでいきましょう。この辺のね、最初の設定の部分、はっきり言ってカットした方がいいような気がするけど、まあ今日は、8月な反転攻勢をかけるにあたって、調子トレーニングしたというところをね、まあ、大事にしていこうじゃないの。グッズか。3億円でグッズ？こっち側を、とりあえず売らないでいく？いや、売っていこう。この月よ。この8月、うちのファイターズは大躍進を遂げます。そういうメリハリ大事。マネーボール。どうかな？お金がな。3,400。まあ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 。と、あとコーチ人事見とこう。コーチ人事。もしもコーチ、監督のところに栗山がいたら、買います。栗山秀樹いたら買います。いないね。いなーい。田淵がいるね。監督田淵はちょっとあれだけど。ちょっとやべえんじゃねえかなって思うけど。でもキャッチャーとしててか、打撃コーチとして雇うといいだろうね、田淵ね。キャッチャーの練習もできるし、ちゃんとバッティングも教えられるしってことで、一挙両得って感じなんでしょうね。まあ、こんな感じで。この辺がね、この辺がね、って思うよね。まあまあまあいいや。まあこう、スカウトとか大事だけど、まあ、外国人スカウトは今変えてもしょうがないし、国内スカウトもね、変えてもいいけど、もう勝負ついてるよね。あらかた勝負ついてるよ。客がそんな入ってないな。初戦は関根で勝つ。ベシャッ。2戦目。体力回復し清水で勝つ。ベシャッ。そして3戦目。岩本で勝つ。ベシャッ。おい。ミラバル怪しい。ミラバルを8回から投げさせて。これはでもミラバル悪いよ。右フライ。あと一つアウト取ったら勝ちっていうところから3連打浴びて。で、逆転負け。この試合。ロッテファン見てたらスカッとするだろうね。ちょっと。ミラバルが、もうちょっといい抑えを。まあ。すごいね。今三冠王じゃん。新庄三冠王じゃん。新庄の三冠をアシストするために、新庄一番に置こうかと思ったけど、でも打点も走ってんだね。おー。あ、一人見つけてきた。ちょっと誰を見つけてきたの見てみましょう。誰を見つけてきたんだい？
誰を見つけてきたんだい？これかな？多分今、外野を探してこいって言ってるから。いやー、どうだー。え？まずいよ、まずいよ。これはまずいよ。今回は8月の後半まで。8月後半までやります。勇気流して見るか。ベシュッと。うふっ。うふっ。関根だけじゃ。勝ちを計算できるのは関根だけじゃ。またミラバルで負けた。これはひどいな。これはひどいな。ミラバルよ。5対1の4点差リードの9回から投げさせて、デッドボール上げて、当てて、三塁線破られて、フォアボールで満塁にした後、もう2アウト取ってんね。あと1アウト。アウト1アウトのコール。あと1人、あと1人からの左中間真っ二つ、柴原に左中間に真っ二つ打たれて、松中に左にホームラン打たれて、撃沈。抑えが抑えの仕事をしとらんからこんなことになったんじゃー。金は入っとる。金はまあまあ入っとる。でもキャパ増えたんだっけ？キャパ増えたんだよな。ちょっとチケット代が高いかもしれないね。チケット代下げましょう。ちょっとチケット代を3000円下げます。そしてちょっとね、ちょっとこの青山小宮の指示がまずい。なんだっけかな。そうでもないでしょ。褒めすぎる。あれあれ本見るかこれ見るか。やめとこう。それはしない。それはしないでいいよ。そうでもないでしょう。なんだっけかな。なんだったかな。思い出せないな。勇気か。清水。西武には左ピッチャーを投げさす。そして、関根。シューミンチか。ちょっとやめとこうか。いや、勇気あたりで、シューミンチをしのごう。松坂対ガンちゃん。背番号18対決。きついなぁ。ここに来て8月高戦、反転攻勢の8月と思ってたのに、全然だ。てってれてってれてってれ。一郎に今、首位打者の座を奪われてたな、新庄が。まあ、そりゃそういうこともありますわな。もう一回、新人、小宮の。そんなことないでしょ？そんなことないでしょ。悩みを聞くかな。あれ？これが一番困る。反応しないのが一番困る。あ、今回試合見るのか。ちょっとね、この小宮の続報が気になるんだけど。小宮の、上がるの、一番上がる、あれを、あ、これは一試合だけですね。勇気投げさすか。ベシャッ。おっと、ここ大事よ。ここ大事よ。今も並ばれたよ。ここに来てホークスに。ゲーム差なしの1位2位ですね。さあ、千葉ロッテのマリンスタジアムでの試合でございます。いかがお過ごしでしょうか。ファイターズ、ジョニー・クロキ。
投げるピッチャー、ジョニー・クロキ。ファーストは福浦。セカンド、酒井。サードにボーリック。ショートは小坂誠ですね。レフトにサブロー。センターは、誰だっけ。また忘れた。ロメロみたいな。名前忘れたな。で、ライトが立川ですね。立川隆。ジョニー・クロキが。坪井がまず。オフ。さあ、新庄の打席だ。目下、目下、当たりに当たってる新庄。ここも、華麗に1、2塁間を抜いていって、1打点を稼ぎ上げた。言えてない。1打点を稼ぎ上げました。素晴らしい。さあ、新庄、直ちに盗塁。いや、いい盗塁ですね。さあ、清宮の打席です。ランナーをセカンドに置いての清宮の打席。これを取れるのは小坂の守備ですね。もう完全にピッチャー返し、センターへ抜けるかと思われた打球が、やすやすと、セカンドベース上でね、小坂によってキャッチングされてしまいましたね。しかし、小坂も焦ったんでしょうね。若干その、判断が。もう、新庄を、三遊間二三塁間でね、挟んで、アウトにした方が、よかったでしょうね。2点目につながらなかったでしょうね。さあ投げていってもらいましょう。後ろ投げるエースは、うちのエースは関根でございます。投げるピッチャー関根ね。現在18勝を挙げて、うちでは一番の稼ぎ頭。もう関根にもうこのまま最多勝取らせよう。20勝させて最多勝、そして沢村賞と出塁を収めよう。走らせたいけどな。もう早々と試合を決着つけたいような気もするが。プリモだ。そう、センタープリモだった。覚えられるかよ、各外国人の名前なんて。センタープリモ。あ、この上をな、上を。上の模式を60回のところとかを、なんとかしたいね。なんとかしたいけど。あれ？こっちか？こっちか。で、落書きをしながら、なおかつ試合の様子も、っていうほど器用じゃないね。ロッテ戦。えい。何書く？書くこと、考えてみると書くこと特に何もないね。特に書くことなし。P 関根。あ、これ、清宮の打席の結果とかをこう書いていくといい感じかもしれないね。さあ、新庄の打席です。P 関根じゃないもんな。何書くのがいいんだろう、ここに。ちょっとまだ迷いがある。あ。下が削れてしまった。OK。これはヒットエンドランか。まあ、ヒットエンドランじゃないな。ツーアウト、ツーストライク。3ボールだからフルカウントでの2アウトからだから自動スタートってやつだな。5回投げたらもう責任下ろしてもいいよね。下ろした方がいいかな。ここ迷うね。早速ランナー1人出しました。でもまだ落ち着いて、落ち着いてワンアウト。サブロー、おセンター返し、マウンドに跳ね返ってる一打ですね。これ新庄のいい守備が出ました。ツーアウト、一、二塁。そこ大事なとこ、あ、まあ、いや、ちゃんと押さえた。清宮、やっぱ相手のヒットにならないね。名手小坂。ショートの守備が光りますね。名手小坂って言うけどさ、そのショートに今、鳥谷が時々守ったりしてるんだよね。鳥谷って守備上手い印象があまりないんだけど、パリーグ TV なんか見ると、なんか鳥谷の守備が上手いみたいな動画がまとめられててさ。俺、結構阪神時代から鳥谷は見てたけどさ。
あんまり守備が上手い印象ないんだよな。堅実ではあるんだけど、堅実さと守備の上手さは違う気がするんだよ。まあ堅実なんだけど、当時鳥谷に入った時ってショートは藤本敦史と争っていて、藤本の方が守備良かったんですよね。あと沖原あたりが争ってたかな。藤本の方がいいっていうか、なんかね、藤本の方がエラーはするんだけど、こう、その球取るみたいなとこまで取るみたいな感じで、そのガッツ溢れるダイビングとか、そういうのが取りたいにはないんだよ。まあ、怪我とかをね、考えたらね、そういうプレーが必ずしも、その、なんだろうな、飛び込むプレーとかさ、必ずしもプラスではなかったりするのかもしれないけど、ねえ、素晴らしい。8回。ここ大事ね。ここ大事ね。立川は2番に置いてるのが変わってんな。変わった打線の組み方してますね。さあ、清宮は今日いいとこなし。おバンドダイソー出しましょう。相手も清水が投げ続けてね。あ、間違えた。間違えた。でもここ1点欲しいんで、稲葉に変えて東で出したのか。よし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 、ここちょっと大事なところなんだね。1点入れれば勝ちはかなりぐっと近づくんで、東でバント、バントセーフティーバント作戦。まあ、吉島セーフティーバントが成功しなかったとしても、ランナー三塁の形を作る。ツーアウトランナー三塁の形を作る。はぁ、はぁ。いやー、東でバント下手だったかな。金子誠のバッティングにかける。ビビるわ。いやっつー、いやダメだね。もう9回はミラバルと心中するぞ。変えんぞミラバル。たとえランナー背負っても1点ぐらい返されても2点取られても逆転されてもね。うおー、当たっちゃったね、体が。おー、清武。武清か。代打出すべきだったな。このロッテの、このロッテっていう、今のこの時のロッテのチームは、福浦、酒井、小坂、この3人とも守備めっちゃいいから、内野の守備がめちゃくちゃよ。もうまあほんの少しでも取りこぼすことはないね。で、菱本とこれでね、 DH 解除っていう作戦ですね。なので延長になったらパ・リーグとはいえ DH で解除されたので打席に立ちます、ピッチャーがね。ミラバー、いらばー、大塚明。これはどうだろうな。これはどうだろうな。ふぅ。延長になると DH がないぞ、うちのチームには。おバンドももう下がってるんだぞ。見ろ、このオーバー、ボーリックのこの打ちそうな構え。実際操作するとめちゃくちゃ打ちにくいこの構え。オープンスタンスが過ぎる。レッツゴーボーリック、ちゃんちゃんちゃちゃちゃん。レッツゴーボーリック。ロッテの応援歌、レッツゴーボーリックだけ覚えてる。レッツゴーボーリックって。
あ、もう忘れた。あの黒人選手の名前を。ダメだ。架空選手の名前覚えられない。ロメス。ロから始まらんのになんかロから始める今。あ、よし、これはセンターフライですね。うちの新庄の守備。なんならセカンドのタッチアップを、セカンドで刺しそうな勢いの返球が。よし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 。よしよし、あと一つ。あと一人。代打、橋本タスク。お、橋本。橋本タスク。これ焼き付くではなかなかいいキャッチャーですよ。清水か橋本かっていうとちょっと、ロッテだったのね。どっちもみたいなところ。どっちもいいなっていうね。よし！勝ちました。なんとかだね。なんとか勝った。厳しかったね。やっぱちょっとミラバルが怪しいな。もしも抑えのピッチャーを、なんか、抑えのピッチャーをあれできるなら、抑えのピッチャーをね、雇えるなら抑え一人欲しいな。新庄の打率をローズとイチローが超えてきてる。恐ろしいな。お、なんだ。今シーズン結構お金ありますね、これ。この調子でいくと。この後出費ないんで。FA とかもね。FA とかも考えていこう。一応人事だけ見て、今回これで終わりにしましょう。まあ、なんとか首位は保ってるけど、この後がちょっと不安が残りますね。やっぱ抑えのミラバルがちょっと ピリッとしてない。悩みを聞こう。君は悩んでるんじゃないか？あれ？あれ？おかしいな。このままいくとドラフトが散々な結果に。よし、じゃあ今日はここまでということにしましょう。それじゃあまた次回でお会いしましょう。ほらまた。